帝文公妃は、中国の南北朝時代、北魏の書家、帝道明によって永平四年に彫られた二つの、検証文、高砂大妃と並ぶ、陸朝会書の書籍として著名である、天中山と雲峰山の二箇所で、ほぼ同文が刻されており、非検証者、帝義の名と、帝道明自身の故障によって前者は、帝義上妃、後者は、帝義下妃と呼ばれる、非検証者である、 定文庫イコール定義は作者である、定道明の父である。定氏そのものが名門貴族であったほか、定義自身も聖子、義書、北史に定義列伝として列伝を立てられており、石文の内容と合わせてみると相当の実力者であったことが知れる。碑文によれば定義はジオ陽輪と言い,い、没年から逆算すると大常5年に開封で生まれた。 極めて聡明で高潔な人柄であったと言い,い、和平年間に、高文帝の養母である、京大号の信任を受けて、中所令となり、やがて中所次郎に昇進した。この頃、南朝の層に使者として赴き、縁の際に演奏された音楽を聴いて、流宗王朝が遠からず滅亡することを言い当てたと言う。その後も、ただしの躍進は続き、竜層からの帰国後、休時中を兼任して、 皇室の文官、主官のトップに立つとともに、故郷の開封を収める陽光の地位についた。続いて、台湾年間に使い辞説、都督演習諸軍事、安藤将軍、演習史史、南陽行に次々と任じられ、晩年には秘書官として活躍した。台湾17年、病により死去、去年67、同年4月24日に、慶陽近郊の三光山に葬られた。 道明がこの父、ただしの検証費を作ろうとしたきっかけは、永平三年頃公衆の志士となり、寮内巡視の際に山々に次々と碑文を掘るようになったことにある。この際、定義も一時公衆志士であったことがあったことを踏まえて、父を検証しようと考え、天中山のまがいに検証文を刻んだ。これが定義上碑である。しかし公衆に帰る途中で立ち寄った。 運法やまでさらに良いまがいを発見し、ここにも同文を刻んだ。これが定義可否であり、後に二つ一組として扱われる定文公費ができたのである。なお、告示の事情について、定義が汚職まみれの人物であったため、そのお目を注ぎたいと刻んだものとする説があるが、真偽のほどは定かでない。可否比学可否非文部分上比は1行50時20行で、 L 字型をした崖の正面を磨いて、長方形に区切った上で文字を刻んでいる。一方、下皮は一行、約29時51行で、不定型な自然石の形のままに従って、行を進め文字を掘り付けている。比喩には、美低文校の日と刻まれている。上皮は、石が荒く文字が小さいのに対し、下皮は、石質がよく文字が大きいのが特徴である。内容は、子のを語った後、 生前の業績とエピソード、古である道明やその兄弟の告示時点での完食履歴、検品の事情を記す。陸長の文章に特徴的な弁礼文に近い文体を用いているが、いわゆる46の形だけではなく、4軸を連ねた場所もある。定義を褒めたたえるために言葉を惜しんでおらず、極めて装飾の強い文章となっている。諸風はいわゆる陸長解書に分類されるが、 他の多くの石踏みと大きく違う点は角張った筆使いをする放筆と呼ばれる書風ではなく柔らかく丸まった筆使いをする鉛筆という書風であることである。厳密には文字の芯に放筆の意があり完全な鉛筆ではないが陸調会書に鉛筆が存在ししかもかなりその技法が発達していたことを世に知らしめた書籍となった。それだけでなく会書でありながら転書。 例書、行書、草書の意がすべて入っており、その書体の面白みからも評価を得ている。また、定文公費は、しばしば南朝の英革命との関連性を指摘される。英革命も、鉛筆の石踏みであり、その書風は、よく似通っているばかりか、刻まれた時期も、愛前後している。このことから互いに影響関係を認める説が、一般的で、南北朝刊で、 政治対立がありながら文化面では交流があったことを示すものとも考えられる。低文孔比には前日の通り上比、下比の2種類があるが、一般的に低文孔比といった場合は、下比の方を指すことが多い。一般に流通しているものも臨書に使用されるのも通常は下比である。この理由として大きいのが、上比の出来が下比に比べて非常に荒いということである。 上皮の石は下皮に比べると質が悪く、現在では激しい真滅のためにほとんど字が読めなくなってしまっており、今もくっきりと全文が読める下皮と運命の差がある。また立ち方も覆いかかるようで直立ではなく、刻す際には斜めにのけぞるような体勢で刻したと思われ、きちんと立った状態の下皮に比べ条件が劣る。このような悪い材質に悪い条件で刻されては、出来が良くなるわけもなく、また、 保存状態も劣悪であることから、書道界からは良質の石に、良好な状況で刻された可否より価値が下であり、書籍として見るべきものはないと判断されたのである。さらに、上皮のある場所は、信頼以降と残道が極めて危険な状態になり、近年まで石踏みに到達することすら困難な状態であった。価値の低い石踏みを見るために危険を冒すこともないので、余計に上火は世に出なくなり、 可否が目立つことになったのであった。この石踏みの存在は、北総大に一時校が当てられたが、それきり800年近く忘れられた状態が続いた。しかし、新代に交渉学者の源元,元が可否を訪問して、一品と称賛、世に出ることとなった。折しも、北朝の秘文の湿度が前世紀から相次ぐ中で、それまでの北朝の石踏みとは一風異なる書風であり、 南朝とのつながりが示唆される石踏みが見つかったことは、書道界に大きな影響を及ぼし、再評価した、現元,元は南北朝双方の書の傾向をまとめた論として、北非南朝論を唱えた。日本には、明治13年に、陽子系が来朝した際、他の北朝の石踏みと共に拓本がもたらされ、高貞比などと同様、陸朝会書に、馴染みのなかった日本書道界に大きなうねりをもたらす。 ケーキとなった。ありがとうございます。